船があるんですよ。さあ篠田選手をまたね、点数はさらに上げてもらいたいですね。この瀬尾選手には初めての世界選手権、平均台でちょっとミスした日本チームですので、この2種目目ゆかで挽回してほしいものです。ゴンバレのように跳ねます。137cm31kg、手をナンサルト、ナンサルトですね。これも令和だと本当に加点要素が 0.2 もあります。どうですか、飛び跳ねてますでしょ、この子は本当にそのバネがあるんですよね。構成がまた他の選手とちょっと違いましてね、コミックといいますかね、小さい子なりの、なんていうんですね、これやっぱり得点でしょうね。このシリーズはどうか、屈伸の方法に回転返り、これもう最初新人からいってるんじゃないですかね。新人から屈伸になってますね。さらに高度になってるわけなんです。なるほど、1回ターンジャンプですね。最後のシリーズです。後方の深い首に回転が入るより、決まりました。日本の手を。よかったですね。そうですね。きっと篠田選手にもっと点上がりますよ。篠田が 9.70 でしたから、それ以上の点を期待したいですね。そうですね。国際の慣例っていうんでしょうかね、後半になるほどオーダーが良くなりましたね。点数も高めになるんです。はい。その辺が団体戦の面白さでもあるわけですが、待ってますね。はい、